体の血液循環が良くなると、血液が指先やつま先までスムーズに流れ、体の新陳代謝はアップ、手足が冷たくなくなり、冬の不快感が軽減されます。お風呂でストレッチです。はい、你好、我是ペティ。今日は入浴三部作その2のお風呂でストレッチです。手足が冷えやすい方に特におすすめです。湯船に使って筋肉や関節が温まるとストレッチがより効果的になります。では始めましょう。準備を整えてからまず深呼吸、息吸って吐きます。はい、もう一回吸って、両手頭の後ろに置いといて、胸張って息吸って、吐きます。もう一回吸って、ゆっくり吐きます。大きく吸って、吐きます。次。両手前から後ろに伸ばす。胸張って。普通に呼吸してください。しばらく。キープ。吐きます。はい、次、足指の運動です。お風呂の中で足伸ばして、足立ってください。指まで立ってって、つま先まで伸ばす。しっかり伸ばしていきます。もう一回立って、伸ばす。最後もう一回立って、伸ばしていきます。次、足指でグー。足チョキ。パーにして。しっかり開いて、このセットでもう一回いきます。グーチョキパー。最後もう一回やりましょう。グーチョキパー。次、足の甲をしっかり立ててグーチョキパー。足の甲を立てる状態でもう一回グーチョキパー。最後の一回グーチョキパー。
足のこう伸ばしてグーチョキパー、もう一回グー、こうしっかり伸ばしていくね。チョキパー、最後の一セット、グー、チョキ、パー。終わったら、右足曲げて、左足、右足の上に乗って、右手、足、指の次まで入れて、力入れて、もう一回楽にして力入れてキュッと、もう一回楽にして力入れて、指が痛いけどちょっと我慢してね、気持ちいいですよ。はい、で次反対側の手、上から指入れて力入れて楽にして、もう一回楽にして、もう一回OK です。じゃあ反対側、もう一回右手入れて曲がってあげてください。反対側に回ってください。足首楽にさせて、はい、次足チェンジ、右足左足にかけて、左手指入れてギュッと、楽にして、もう一回力入れましょう。はい、もう一回よ。はい、終わったら反対側、上から力入れて、楽にして、もう一回しっかり握ってください。楽にして3回目、終わったら左手もう一回入れて、足首回ってください。反対側、はい、足まっすぐにして、一回外側内側楽にさせて、お水の中でパタパタで外側に回って、はい、次内側に回って、次泳ぐ10回しましょう。お水の中で、お水の抵抗力があるけど、ゆっくりゆっくり泳いでください。最後の1回終わったら反対側に泳ぐ10回。3、2、1、はい、 OK です。で足包んでゆっくり呼吸、息吸って伸ばしていきます。はあ。
回吐きます。ふー、足タコして包んでゆっくり呼吸。息吸って伸ばして、ふー、吐きながらもう一回。伸ばしていきます。楽にしてゆっくり湯船に浸かってください。体の血液循環が良くなると、血液が指先やつま先までスムーズに流れ、体の新陳代謝はアップ、手足が冷たくなくなります。冬の不快感は軽減されます。湯船に浸かって運動した後、寝る前のリラックスエクササイズをして睡眠の質を良くしましょう。来週の入浴後のストレッチをお楽しみにしていてください。今回の動画を見てくださってありがとうございました。今回の動画のが気に入ったらチャンネル登録やいいねをしてメッセージをしてください。また来週金曜日お会いましょう。我们下次见。